まあ、あの引退宣言、まあ、簡単には終わらなかったなっていう、まだまだ川崎劇場続きますって感じですね。で、まあ、今回であの名古屋の方からオファーが来たっていうことで、まあ、なぜかですね、あの関西の方での試合っていうのは自分にとってなんか印象が今までいいんですよ、相性がいいっていうかですね。まあ、あのメインを話してもらうということは責任重大ですね。でまずあの勝利を絶対にもぎ取るということをですね、第一目標、そしてですね、観客の皆さんに最後の試合を存分に楽しんでいただくということを目標にしております。まあ、それと対戦相手がですね、あのライズで勢いのある南からということらしいですけど、まあ、自分だったらそんなの関係ないでですね、もう本当ですね、あの自分は挑戦者ですので、もうあの過去どういうことをどういう試合をしてきたかとか、本当そんな関係なしに、そういう気持ちであのやっていきたいと思いますので、まあ見といてください。これしかないですね、ガンガン前に出て勝つ場合。